重曹の洗浄力を劇的にパワーアップさせて、頑固な油汚れと焦げ付き汚れを同時に落とす方法をご紹介します。重曹にマジックリンを混ぜ込むというやり方になりますが、重曹の量が小さじ1杯ですね、ここにもうかけちゃいますね。そこにマジックリンをワンプッシュです。はい、で混ぜ込みますね。ペースト状になったらもう OK ですね。ラップをちょっと大きめにカットしまして畳んでいきます。はい、このラップたわしでこすっていくというやり方になりますね。ではこすっていきますね。はい、ご覧の通り簡単に落ちていきますね。とりあえず半分だけ磨いてみました。どうでしょうか。綺麗になりますよね。次はこのステンレスの鍋の裏にこびりついた焦げを同じく重曹マジックリンで落としてみようと思います。重曹をまず小さじ1杯とマジックリン2プッシュやってみますね。ではラップたわしで磨いていきますね。はい、どうでしょうか。綺麗になりましたよね。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。